今日は使徒の働きの12章のところですけれども、これはペテロがヘロデ王に捕まえられたところです。そしてペテロはですね、ヘロデ王に捕まえられて、その前にヤコブが捕らえられたんですけれども、ヤコブが捕まえられた時に、まあ、それでヘロデ王はみんなユダヤ人たちがヘロデ王にこう、ね、気に入ってくれたので、じゃあ今度は人弟子のペテロということでペテロも捕まえて、でペテロを殺そうと思ってたんですけれども、教会がペテロのために祈っていたら、その殺す予定の前夜に天使がやってきてペテロを助け出すというね、まあ、そういう記録ですけれども、今日はここから教会の祈りがもたらす、まあ、奇跡あるいは祝福ということをね、学んでいきたいと思います。ですね、簡単に、まあ、この話をしていきますと、今言ったようにヘロデ王という王様がいて、まずヤコブというのを捕まえて、一番年長だったんですけどね、そしたらユダヤ人が気に入ったんで、ヘロデは王様はユダヤ人に気に入られたいと思って、今度は、ペテロを使います。人でしたからね。でちょうど水越しの祭り、まあ、台無しパンの言われていて日付越しの祭りだったんですけども、イスラエルには3つ祭りがあるんですが、一番大きな祭りが水越し祭り、一番大事な祭りです。で祭りの間に人を殺したりすることはできないので、でも捕まえておいて祭りが終わると同時に殺そうと、そのことによってより、ね、人気を上げようと思ったんですね。で厳重な番をします。4人1組の兵士、4人って言いますけども、4人1組というのは両方にですね、この鎖と鎖をつないで、手と手をつないでですね、両方に小兵士がいて、ね、まあ、足でつなぐこともあるけど、まあ、この場合手ですね、手でつないでて、で2人は、まあ、入り口のところにいるわけです。だから非常に厳重に番をしたわけですね。ね、でそして4組っていうのは12時間を4に割って3時間ずつで、6時間しないで12時間を2回繰り返してね、朝と夜と、そういう形になったんですね、当時ね。でこれは一番厳重な番の仕方です。で絶対逃がさないぞと、で水越し祭りが終わったら殺すと思ったんですね。でおそらくペテロはもう自分は殺されるということが分かっていたと思います。ヤコブの後に捕まえられて、でペテロはそれで、諦めてたというよりは、もうあ、自分は自分の番なんだなって、殉教なんだなって思って殉教することを受け止めていたと思います。だから、まあ、殉教する覚悟ができていた、あるいは受け止めていた、ね、だから彼自身は、まあ、助かりたいとか助かろうというよりも、もうそう感じだったような気がします、これを見ているとね。ところがですね、教会は彼のために神に熱心に祈っていたと、つまり神様に彼を助けてほしいと祈ったんですね。で5節を見ると面白いことが書いてある。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。でさて今言ったように現地の番をされて、まあ、閉じ込められたんですね。で私たちも人生の中で、この病気に縛られてしまったり、あるいは体だけじゃなくて今は、ね、心の病気多いですけども、心の病気に縛られてしまっていたり、あるいは、この問題にこう縛られてしまっていたり、人の言葉とか、あるいは人の目とか、あるいは自分の罪とか悪習慣とか、いろんなものに縛られていて、まあ、実際牢屋に入って縛られている人はそうくはないと思うんですね。中にはいらっしゃるですけども、でもほとんどの場合はそういうのはないけれども、見えない何かに縛られていて、まるで奥の牢にいるように、まあ、最近は小さな子供から年を取った人まで引きこもりとなりますけども、そういうことが起こるわけですね。でもう本人は諦めてしまっていたり、もうダメだと思ってしまっていたりするかもしれません。でもね、教会がその時諦めないでいなると、閉じ込められていたペテロは解放されるんです。あなたがたとえそういう状況でも、教会は諦めずにいる、あなたは解放されていきます。またあなたの愛する人が今閉じ込められていても、教会が心から諦めずにいると、その人は解放されていくんですね。だからあなたも教会に一緒になって一緒にやってほしいんですね。でこの時教会は彼のために、ペテロのために神に熱心を続けていた。同じように教会はあなたのために熱心に続けますし、あなたの愛する者のためにあなたと共に教会は祈るとき、奇跡が起こるんです ね。でいよいよその、ね、前日が来ます。で前夜って書いてありますね。で面白いなと思うんですけどね、神様はすぐ祈り答えをくださることもあるんですが、どうもギリギリというのが多いです ね。なぜ主はギリギリが好きなんでしょうかね。主にクリスチャンネームをつけて怒られますけどね、ギリギリイエス様なんて、すいません神様ね、土壇場しようとか言って ね。昔ね、平際に魔術師とか言ってね、野球であったんですけどね、よく言われましたよね、瀬戸際の祈祷師とか言うんですけどね。ね、ギリギリ、だから前の晩になって、いよいよもう明日死ぬぞって時に、ペテロも寝てた。どうもペテロはもうね、明日殉教ってことはもう分かってても、もうね、もう部屋に寝たんですよね。そしたらね、天使が来るんです。教会に乗ってたから、御使いがね、光とともにパーッと来る。私このシーンね、天国行ったら見たいんですよね。
パーって光に照らされて天使がやってくるって、どんな感じだったんでしょうね。ところがね、天使がやってきて、なんか上からパッと肩が、そうじゃない、天使がやってきてですね、なんかすごいね、庶民的ですね、あのペトロの横に来て脇腹をポンポン叩いて起きなさいって言ってるんですよね。あの今日愛さんが、うちでここやったんですけどね、うちの息子と同じ19歳の子がいてね、息子と一緒かと思うと急になんか子供に感じましたけども、うちの息子はね19歳で東京行きましたけど、今年になるんですけども、ね、ついそこの前までね、起きなさいポンポンってね、そのイメージですよね。天使が引き出されてやってきたら、ペテロはこうね、もう両手こうね繋がれてるわけです、この鎖でね、兵士とこっちの人、こっちの兵士とこうやってね、でこうやって寝てるわけですね、繋がったまま。でパンパン起きなさいってハッと目が覚める。で立ち上がりなさいって立ったら、その鎖が手から落ちたって書いてある。不思議ですよね。だって光に照らされて天使が来たんだから、すごい臨在と光が神々しいのに、繋がってる兵士たちは2人いるのに、起きなかったのか、起きたけど見えなかったのか、どういうことなんでしょうこれね。なんか私このシーンね、どうしても天国行って見せていただきたいんですよね。興味ないですか皆さん。はい、パッ立ち上がった時に、でも面白い、立ち上がった時だ、立ち上がりなさい、立ち上がったら、で私も主がおっしゃることに一歩踏み出したら、立つなんて別にね、パチなさいってパッと立ったら、くさっぷさっと起きた。我々も主がおっしゃることに一歩踏み出すと、いろんな枷から解放されることがある、ね、だから例えば、コンサートに行きなさいって、ね、第三礼拝で司会をされてる方がね、人の前で歌うなんてとても出なかったんですね。でもですね、責任者の牧師は怖いんですよね。行きなさいって言われてですね、まで踏み出していったらですね、もう今いろんなところに行って歌ってましてね、歌うのは好きになってきたみたいですね。鎖が切れたわけですね。で主がおっしゃることに従ってふっと立ったら鎖が落ちた。でそれだけじゃなくて、ね、次にですね、起きなさい、立ち上がりなさいと言われたので、今度は帯を締めて靴を履きなさい。なんかすごい手ですね、帯を締めて靴を履け、それ上着を着なさい、こんな細かく言うんですね。いい天使ですね。そして、ね、でそれついてこいってことで天使についていったけど、この時ペテロは実はこれは幻だと思ってる。現実にこんなこと起こりっこない。だって、兵士がね、気づかない。寝てたのかな。それで、それね、パッと鎖落ちて、で、帯締めろ、ワイキロって言ってね、で、パパってこう、兵士がいるはずなのに、もう通り過ごしてるわけですよ。当然夢だと思ってるんですね。幻と思ってるんですね。栄所ってところがポイントはポイントにね、当然そこにもう兵士がいるに決まってるじゃないですか。ね、そこもふーっと通り過ぎていくんですね。だから、ペテロ自体は幻だと思ってる、現実だと思ってない。これ何の意味なんだろうと思ってたんでしょうね、きっとね。だからペテロも現実と思えないような奇跡が起こってた。教会が祈るとき、助けられたペテロさえ現実と思えないような、ありえないと思えることが起こるんです、皆さん。だからね、どんなに長い間傘の中にいても、どんなに強力な縛りがあっても、教会が祈るとき必ずそれは断ち切られるんです。希望ですよね。でね、エショートでついにね、町に出る門に来たんです。そこは鉄の扉なんです。で鉄の扉ってね、開かないんですよ、ね、で例えば天国に帰って山口さんって方がいらっしゃいましたね、大きい方、あの方バーンとぶつかったってね、ダメ、鉄の扉開かないんです。ましてこの人の働きの時代ね、自動ドアなんてないから。ところがね、こう彼らが行ったらね、スーッと自動的に開いてあって、最先端ですよね。昔の自動ドアはタッチしないといけなかったけど、今はこうなんか行ったら勝手に開くじゃないですか。そうでしょ、今。もうこの人の働きの時に21世紀型の教会になってますね。どうしたかというと、天使がいて神が働かれたら、どんな固い鉄の扉も、誰も開けられない鉄の扉も開いて、町へに門を解き放ったんですね。これね、ペトロは奥の牢に閉じ込められてたんですよ。閉じ込められていたのに、天使がやってきて、彼を解放しただけじゃなくて、町の住まいに出して、そして連れ出す。で、もう安全というところに来たときに、天使がさーっと去っていくんです。で、それまでペテロはね、現実と思ってないんです。で、パッて天使が去っているときに、ハッと我に返る、初めて。え、本当だ、あ、助かったーってね。これね、感動したと思いますよ、ペテロ。11節ね、ペテロは我に返っていった。今、確かに分かった。ね、主の御使いを使わせてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えたすべての話題から、これね、殉教ですよ、死から、私を救い出しくださったのだって、助かったと分かった瞬間ね、分かるんです。あそこで祈ってくれてるって、
祈りって、ね、感じ取れるっていうか分かるんですね。だからこうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。つまりあそこで祈ってるよと思った。でその通り行ってみたら、やっぱりそこに大勢の人が集まって祈ったんですね。で、これ大勢の人が集まって祈ってたってのが大きいですね。教会が祈るときにね、神の手が動くんですね。まあ、今日愛さんがやってね、美味しいものを食べることができて、ね、ケーキも誕生日の方とね、19歳の誕生日とね、35周の洗礼記念日ですね。35歳じゃないですよ。どっちもケーキがあってですね、2つ食べるのかと思ったらどっちか1つ言われてね、ちょっと悲しかったですけども、しかし ね、食べたんですね。でとっても楽しい時でした。でも、教会の醍醐味はね、共に集まって祈ることなんです。この祈る時にね、神の奇跡を見えるんです。離れていても、その愛するものが離れていても、神様がここで祈るとき、神がそこで働いてくださる。この恵みですよね。で、ね、だから、この集まったところにね、ペテロ分かったからね、助かったわけだからね、あ、祈ってくれたんだって分かったから来てね、まあ、ありがとうって言いたかったんですよね、助かりましたよってね。だからドアをね、トン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 で、ね、ペテロです、助かったペテロですって言ったらね、みんな必死に言ったわけですね、ペテロ助けなさいってね。で、まあ、誰が通ったかな、女中さん、女中って書いてあるからね、女中さんって言いますけど、ロダっていうね、女性ですね、女中って書いてあるからね、女中さんが来てね、これ面白い、ロダって分かったらね、あ、ペテロだって言ってパッと開けないでね、戻るところがすごいですね、みんなに伝えに行くところ、皆さんどっちのタイプですか、ペテロ、あ、ペテロとか言ってもみんな忘れて、まず自分がハグして、あ、みんなペテロよって言いますからね、それともこの人みたいにパッと戻ってペテロっていうタイプですかね、どっちでしょうね、なんかがね、この勝手なですよ、勝手な意見。長男長女タイプはなんかみんなに言いに来るような気がする。下の子タイプは周り関係ない。あ、ペテロだってパッと開けて、あーって言って自分が喜んでからみんなとか言うタイプ。長男長女タイプはみんなペテロはっていう、こう勝手な解釈ですけど、なんか私はどうもそういう気がするな、いろんな人に触れてきて。もうせっこってのは自分のことしか考えたら、私がせっこだからね。ですね。でもこの時ロダはね、面白いのし、パッと開けて、あ、ペテロって言うんじゃなくて、ペテロだと思ったらね、自分が言う前に、みんなペテロよって言うに来たんですね。で、ここでね、みんな真剣打ってるわけでしょ。だから、とか言ってね、本当かとか言ってみんな来てね、本当かとか言うならね、半分疑ったとしてもいいから、半分かとか言うなら来てあげて、ハレリアって言うならいいんですけど、思わず言った言葉は、あなたは狂って、気が狂っているって。You are crazy ってね。バカじゃないって。大阪見たらアホかってことなんですけど。ね、これ何かっていうと、いや、ペテロが帰ってきた、ペテロが助かった、祈りを答えられたんだ、ペテロだって言ったらね。まあ、うんとくれて言いますよ。そんなわけないじゃないかって。ペテロがいるわけないじゃないか。つまり、ペテロを助けてくださいって、聖書が熱心にって書いてあるから、彼らは本当に熱心に乗ったんです。口先だけじゃなくて。これ心込めて乗ったと思います。真剣に乗ってたんです。真剣に心込めて祈ってるんだけど、実際ペテロが来たと言ったら、気が狂ってると言ったってことは、そんなことを本当に一生懸命心から祈ってるけど、無理だろうなって思ってたってことですよ。でもこれは起こらないだろうなって、そんなことはありえないだろうなって。不信仰ってかわいそうですね。だってのは答えられてるから。不信仰って答えられないから。ね。起こりこない、無理かなと思ってるけど祈ってた。これ面白いですね。このロダという女中さん ね、そしたら言い切るんですね。いや、でも本当にペテロなんだってね、こう、言い張ったって書いてある。言い張ったって。ね、時々そういう人いますね。いや、でも本当にペテロだとか言ってね、まあ、本当にペテロなんですけどね。そしたら今度はね、そこまで言うなら、ペテロかなって言えばいいのに、そこまで、いや、それはね、分かった、それはね、ペテロの天使って言うんですよ。どっちもすごいですね。つまり本当に心から祈ってるけれども、それが実際起こった時に、いや、それは ありえないよって、それありえないよって起こった時に受け取れないぐらい不可能に向かって祈っていたんです。で、これを不信仰って私言いたくない。そうじゃなくて、だって答えられてるから。神は無理だと思って、だからおそらくこれ、ね、信じて祈ってたというよりはね、無理だと思ったけど祈ってた、もうダメだと思ったけど祈ってた。どうして、どうしてもペテロに助かってほしかったことと、ペテロを愛していたんです。だから、無理だ、もうダメだと思うんだけど、それでも神様、助けてほしいって言ったの。ペテロ幸せですね、教会の人に愛されて、祈ってたんですよ。ペテロ助けてほしいって。そしたらね、ペテロはね、助かってくるんですよね。
そしたらやっとこの後ね開いたらね、この16節、しかしペテロは叩きつけた。ペテロもいいですね。ペテロわーってね、祈ってもらったからどうしても報告したい、ね、私です、祈りの答え、ありがとう、祈ってくれて答えたらね、彼らが門を開けるところにペテロがいたので非常に驚いたってね、まあ、驚くってのはサプライズだっけ、ベリーサプライズですよね、非常に驚いたって。で教会はね、非常に驚く祈りの答えをもっと見たいね。答えられた時にこの信じなかったのはね、なんか責めるというよりもね、え本当嘘でしょって思わず言ってしまう、良いことじゃないですよ、良いことじゃないけど、なんていうのかな、思わずもいえって言いたくなる、もう無理だと思っても不可能だと思ってもそれでも祈る。どうして、どうしても助けてあげ、助かってほしいから、どうしても解放されたいから、どうしてもその人にその縛りから、この場合ね、あの牢に閉じ込められているその牢から抜け出してほしいから。さっきも言ったけど、本当に牢に入っている人もいるでしょうけども、多くの場合は本当の牢というよりも目に見えない風とか芝居の中にいる。そこから本当にその人が救い出されて、ペテロの場合は人だからあっちこっちにいて福音を語る、本来のその人の持っている使命とか輝きを取り戻して生き生きと輝いてほしいって、どうしてもあの人には本来の使命に生きてほしいと思って、正直あ無理かなと思ったり、ダメかなと思ったとしても、それでも神様って祈る教会がね、これは神への、なんていうかな、叫びと、まあ、やっぱり愛だと思います。で神様はその時に、ね、お前たちこれは死んでないじゃんって言ってないでしょ。ちゃんと手を伸ばしてペテロを助けるんですよ、助けるんですよ。あのね、教会が神様に向かって叫ぶときに、ね、もちろん信じきれて祈ったことが素晴らしいです。それは感謝だから、信じきれるときは信じきって祈りましょう。それは本当に恵みです。でも時として祈りながら、ここら辺、心の中に無理かなと思ったり、こんなこと、こんな祈ってもこれ無理かなって、厚かましいかな、もうちょっと不可能かなって思うことがあったとしても、それでも神様、あなたの憐れみにすがります、答えてほしいんです、手を伸ばしてほしいんですって言って、教会が一つになって神に向かって叫んでいくときに、神様の奇跡が起こる。だし今年ね、お互いが祈り答えたときね、お互いの家族に、お互いの愛する人に、ね、本当とか言って、ね、思わず本当ってのはね、信じてないってことじゃなくて、なんていうのかな、本当に答えたの、そりゃすごいわーって言ってね、最初ね、なんかエイプリルフールでしょってなんか言ったってね、でね、ところが本当に答えて、うわーすごいってこう、そういうなんていうのかな、こう、どぎも抜かれるっていうか、本当に神様だねってこう言いたくなるような神の愛の答えっていうのかな、それを今年たくさん神様に見せてほしいと思います。そして一緒にそれをね祈りたいと思う。あなたの心の叫び、私の心の叫び、それで正直に言ってちょっと難しいかなって思ってしまうことがあるかもしれない、無理かなって思ってあうことかもしれない、でもそれでも神様のところに一緒に行って、神に向かって叫びましょう。神様がダメだ、それは祈りを変えろと言わない限り、もっと素直に大胆に神に向かって叫びましょう。そして神様の奇跡を見ていきたいと思います。いや、神様必ずそれをね起こしてくださることね、覚えてください。まあ一応1時間ということなんでね、この後令和と例えようと思ったんですけど、今日はここまでにしておきたいと思います。今までそういうことを何度か見てきました。再出生不良性貧血になった人がね、2000しかなくて、血小板がね無菌室で、本当に命が危なかったんですけど、外国の人でした。友達の友達が長崎教会にいて、その人に言われてみんなで祈って、その無菌室で、1回目行って40だった熱が下がって、2回目行った時に洗礼を授けたら、そこからなんと2000しかなかったのに5万になって、半年で退院して、でも5万でもまだ足りないんですけど、次9万8000になって退院してしばらくだって、それでもう十分だと言われたんですけども、その後13万8000になって正常値になって、そしてもう今それから15年ぐらい経ってるんですけど、薬飲んでません、もう完全に治りました。あ、もう奇跡ですよね、そういうことが起こってます。で神様に本当に祈るときね、主の手を動かしてくださるってことをね、ぜひ覚えてください。お祈りします。天のお父様、あなたは愛と憐れみに富んでおられる方です。私たちは本当に時として信じきれなかったり、私たちは諦めそうになることがあるんですけども、それでも教会が心を一つにして神に向かって叫ぶとき、
信じ切れたらいいんですけど、時には祈りながらも難しいかなって思います。それでもあなたに向かって祈る時、あなたの憐れみは尽きないと書いてありますけども、憐れみ深い主が、恵みに満ちておられる主が、そのように聞いて答えてくださることをありがとうございます。ペテロは助け出されたように、今私たちの愛する人がいろんな状況の中にいますが、病気から、また病から、あるいは問題から、束縛から、枷から本当に解放されて、イエス様、あなたの与えてくださる人生を、あなたの渇きを持って歩めるように、とことも導いてくださいますように。また私たち自身が傷んでいる方がいたら、その方を解き放って解放してくださいますようにお願いいたします。